V ロード第1節2戦目阪神タイガース対読売ジャイアンツ。さあ、そしてバッターボックスには足立が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、センターに抜ける、ホームに送球、チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。9番バッター若林、フォアボールのランナーをきっちり得点圏に送っています。まあ、いい判断だったと思いますね。さあ、ジャイアンツその点差を広げていこうかというところです。さあ、どうだ、消えました、ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。ストレート打った、掴んだ、一塁送球、一塁アウト、しかしこれは進塁。バッターボックス鳥谷、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ、1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあ、そうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ、最後のバッターになるでしょうか。打ちました、ヒットになった、同点のランナーを出してしまいました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。